はい、どうも皆さん、ヘイジブラザーズのカンドルです。その兄貴でございます。今回はいいでございます。2つあります。1つ目、タワーイベントについて。で、今回のバズーゴーダルージ。ルージ、モークバージョンで出たんだ。はい、そうだ。バスアビリティはイカれてますね。競争解除できない時点で無理ゲーが半端ないよな。いい加減にせえ。そのため、新スキル競争貫通攻撃を追加したんじゃ。これさ、貫通度同じパターンで競争と防御力を無視して攻撃するって内容でよかったんじゃ。あんなキャラと競争の両方に攻撃するのはいろいろとややこしいよな。あと、大悟は近江とゴムの逆すぎ以降登場が復帰しじゃんす。特製前と同様でめっちゃくちゃ。もう勇気をせました。好きにせえ。二つ目はキャラの能力について。まずはこちらを見てください。リュウジはリーダースキル、バトルスキル、ヒートアクション、アビリティ時が無敵の効果を最大限発揮する内容になってるから、タイムラガタやブラックセラと組めば攻撃をかなり防げそうやね。ダイブはバトルスキル、ヒートアクションで競争貫通攻撃があるから、KSR 春日をリーダーにして KSR アスカや KSR 誠と組めば殲滅キャラとして使えそうやな。トビはバトルスキル、ヒートアクション、アビリティ2が魅了関係のスキルになってるから、 KSR 水木麻也をリーダーにして正月麻也や KSR 水木アスカと組めばほぼ敵の攻撃を無効化できそう。ユイはバトルスキルで敵3体へ計700バー攻撃と町の住人に競争があるから、 KSR 三木麻也をリーダーにして激損比や KSR はるかと組めば襲撃と迎撃の両方で使えるね。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。